だいぶお疲れのようだね。たまには一緒に食事にでも行かないか。それは残念だ。ではまたの機会にしよう。それじゃ。おはようございます。今日もいい天気ですね。いえ、いつもこのくらいですよ。何しろうちの事務所は駅から2時間もかかっちゃいますから。ようやく道のりを覚えたと思っていたんですけど。参加する人
っと続いてる大会なんです。勝った人のうちはしばらくすごいなって思ってもらえるんです。それに参加者は少なくてもみんなすっごく強いんです。私も毎回勝てるかどうか分からなくて。プロデューサー、もしよかったら一回だけ相手してくれませんか。特訓の成果を確かめたくて。調子は悪くなかったです。これでも近所では3本の指に入るくらい強いんですよ。それにあんたどうせ安月給なんでしょ。おごってやるなんて無理してカッコつけなくたっていいわよ。右手の方よ。しっかり拭きなさいよね。指の間までちゃんと拭いてよね。そうよ、服にかかったらただじゃ置かなかったんだから。私を責めてくれても なんでもないわ。そのちゃんと拭いてくれてありがとう。私も行ってきますね。途中で買い物もしましょう。い
行ってらっしゃいませ。行ってらっしゃい。もちくたびれちゃったわ。さっさと始めましょう。気にしないでください。丸一日かけて作ったデータ、うっかり消しちゃっただけなので。床も窓も拭いてピッカピカにしますから。玄関の前もきちんと掃き掃除して
プロデューサーの上着もパタパタします。もしよかったら靴下の洗濯とかシャツのシワ伸ばしも。あ、ごめんなさい、私いつもこうなんです。でもあんまり張り切りすぎないように頑張りますから。おはようございます。おはようございます、プロデューサー。何かあったら連絡を。
回頑張ります。途中で買い物もしましょう。